アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに伸び倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和6年10月5日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2024X2 リーグウエスト第3節、磯野スーパースターズ対広島ホークスの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始14時40分キックオフ予定です。現在フィールドはその試合に先立ちまして両チームがウォームアップを終え、試合開始の時を、に備え控えている状況になっております。両チームの簡単なご紹介をさせていただこうと思います。まずはホームチームとして本日は、メインスタンド側にホームチームからのネイビーをまとっておりますのが磯野スーパースターズです。 X2 ウエストに、復活しまして、2シーズン目という形になっております。東海地区の、非常に、強力なチームになっております。今年は一戦必勝目標に掲げて活動しています。愛知県、三重県、そして岐阜県でその活動拠点を広く東海地区幅広く行っており、そして在野にあるアメリカンフットボールを志向するさまざまな選手を育てながら、この X2 に参戦している、在野のチームでもあります。昨シーズンは、一昨年シーズンにおいて、まさに復活を遂げる、X3 制覇、そして X2 昇格を果たしまして、今季はさらにその後に続きます昇格組を迎え撃つ形で現在、その進捗を進めている磯野スーパースターズが本日のホームチームとして、その試合に挑もうとしております。そして対しますのが今季より X2 に昇格してまいりました、多くありますチームの中の一流であります広島ホークスとなっております。こちら同じくアメリカンフットボール普及難しい、もう一方の西の地域にあります中四国にあります広島を拠点にしたチームです。1990年に、チームを発足しまして以来より、社会人アメリカンフットボールに加盟しております。常に地域的に厳しい状況ながらしかし活動を続けており、中四国のアメリカンフットボールの共同保持として長く活躍してまいりました。その思い募りまして今シーズンついに X2 昇格を果たす形に至っております。何としてもこの好機を生かさんとすべく、現在もこの X2 において奮戦をしております広島ホークスがこの一戦のもう一方の対戦相手となっております。現時点におきましてはそのスーパースターズが1勝1敗の状態、そして広島ホークスが現在は黒星先行という形になっております。広島ホークスとしては何としてもここで勝利をしまして X2 残留にかけての一つの共闘法を作りたいといったところでしょう。しかしそのスーパースターズの工場を幕が込みますと優勝戦線脱落となります。何としてもその1位保つためにもこの一戦を勝利しましてその状況を保ちたいといったところになります。この東海とそして中四国の優による一戦がまもなく行われます。さあ審判団がフィールド中央に進み出まして両チーム篠谷陣を招き入れる形になります。これより試合開始の歌詞を遂げるコイントスに入ります。令和6年10月5日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2024X2 リーグウエスト第3節、磯野スーパースターズ対広島ホークスの一戦がまもなく行われます。試合開始14時40分キックオフ予定です。これより両チームによりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームの磯野スーパースターズです。奥側はアウェーという形になります広島ホークスとなります。このコイントスの、セレモニーの間、X2、X3 の、合同で作成されましたアメリカンフットボールをご紹介する1分間ダイジェストをご覧いただきたいと思います。
アメリカンフットボールをご紹介するための1分間動画ダイジェストをご覧いただきました。後ほどこの試合をご覧いただいた際に私の方で補足をさせていただこうと思います。コイントスの結果、広島ホークスキックオフ、磯のスーパースターズリターンで試合が始まります。ケンケンケさんはメッセージ早速ありがとうございます。磯の頑張りのメッセージありがとうございます。磯のスーパースターズ、ここを何とかして踏みとどまりたところであります。ぜひ応援よろしくお願い申し上げます。両チームサイドラインで激を飛ばしまして、これより試合開始の時を告げます。前半戦は磯のスーパースターズのレシーブ、さあまずは磯の、しました、広島ホークスのキックオフで試合再開、試合開始という形になります。キックオフします広島ホークスのキッカーは19番の花岡が務めます。立命館大学出身のプレイヤーです。対しまして磯のスーパースターズリターナーに24番と27番を配置いたしました。24番は長谷川、名古屋商科大学出身のチームルーキー、27番は堺、愛知大学出身のこちらもルーキーです。さあ一走のリターンに入った、リターンは27番左方向にカットを切りまして、自陣26ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃開始という形になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を継続するか、あるいはその過程で相手奥陣地にあります得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは磯のスーパースターズ、自陣26ヤードの位置からの攻撃開始です。磯のスーパースターズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。さあまず中央へのランプ、まずはランニングバックにボールを託しまして密集点突破を図りました。キャリア25番、オフェンスラインマンの背中から中央に飛び込みまして約2ヤードほどゲインとしています。まず最初に託されましたキャリアは25番の宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。この宮部の走力によって磯のスーパースターズは X3 を制覇し X2 昇格を決めました。さあ2ヤード進みまして残り距離8ヤードで磯のスーパースターズセカンドダウン8、攻撃権更新距離8ヤード、この2回目で突破なるでしょうか。QB サーク、ここでクォーターバックパスを投じようと下がりました。しかしそこに広島ディフェンス陣が殺到、最終的に51番がこのクォーターバックをパスを投じる前に倒しました。 QB サーク、プレーを終了させまして大きくロスを奪っております。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。見事 QB サックを決めましたのは広島ホークス51番川田、専修大学出身のバイスキャプテンです。さあ下がりまして磯のスーパースターズサードダウン15の状況、さあ15ヤード突破なるか。クォーターバックパスによって突破を図りました。下がりましてそのターゲットを探す間、しかし広島ホークスディフェンス陣殺到、クォーターバック15番たまらずランプレーによって突破を図りましたが、しかしこれによる攻撃権更新ならずフォースダウンに変わります。さあ攻撃権更新ならず最後の攻撃権フォースダウンになります。そのスーパースターズこの1回どのように行使するか、フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしそれによって攻撃権放棄となります。さあどこまで返すか、このパントはリターンを避け低い弾道で蹴り出しました。結果的にリターンは避けましたがハーフウェイ付近でボールデッド、この位置で攻守交代になりまして攻撃権はテイクオーバー、変わりまして広島ホークスと変わります。
このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃圏で10ヤード突破を図るか、あるいは得点を狙います。まず最初の磯野の攻撃シリーズは結果的に4回で攻撃終了する形になりました。さあ今度は広島ホークスの攻撃となります。広島自陣49ヤードからの攻撃、ファーストアンテン、同じく攻撃圏更新必要距離は10ヤードとなります。さあまずランプレーから入ります。広島まずランニングバックにリバースクォーターバックがリバースピボット、振り返りながらハンドオフしまして、そのハンドオフが見えない形でカウンターを取る格好でランニングバックに右オフタックル付近突入させました。これによってフェイント効いたか約4ヤードのゲインとなっています。ケイシーファントムさんのメッセージありがとうございます。勝って優勝争いに残るというメッセージ、この言葉に、その答えられるよう奮闘を期待したいところです。広島ホークスセカンドダウン6、さあ今度はクォーターバックがキープした。ランニングバックのフェイクからクォーターバックが左オフタックル付近突破を図りました。キャリアは18番。しかしこれは、磯野スーパースターズ対応しましてゲインを1ヤードにとどめております。広島のキャリアはクォーターバック18番の港谷でした。京都外国語大学出身のプレイヤーです。さあサードダウン5、残り距離5ヤード突破をどのようなプレーで行使するでしょう。ボードオンは相手陣46ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ここで行ったプレーはオプションプレーでした。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー。ここはランニングバック39番に託しました。39番ピッチを受けました。左オープンを疾走、見事攻撃権更新し、広島ホークスファーストラン。見事攻撃権更新果たしたは39番の酒井、島根大学出身のプレイヤーです。中四国学生アメリカンフットボールで活躍した選手が X で活躍しています。さあ攻撃権更新になった広島ホークス、相手陣37ヤードからファーストアンテン、さあパスプレーに出ました。左に展開していた11番にヒッチパス、真横に近い前パスを投じ、そこからキャッチアンドランを展開しました。10番相手ディフェンスを巻くように約4ヤードから5ヤードのゲインを果たしています。まずそのキャッチアンドランを決めましたのは広島ホークス10番の佐伯です。関西大学出身のバイスキャプテン。さあ広島ホークス相手陣33ヤードからセカンドダウン6、攻撃権更新必要距離6ヤード。さあ立秋点に来ました。中央付近にランプレーを投入、ランニングバックオフェンスラインごとなだれ込みまして約2ヤードほどゲインを果たしております。しかしここは磯野も踏ん張っております。ダウンサードダウンに変わります。さあこの4ヤードの攻防は非常に注目です。広島ホークスサードダウン4、ナイスキャッチ、ファーストダウン。ここでクォーターバックパスに出ました。右にいましたワイドレシーバー10番にパス、10番タックルを受けながらこれを見事にキャッチしまして攻撃権更新、広島ホークスファーストダウン。見事タフなキャッチ決めましたのは広島ホークス10番の佐伯です。関西大学出身。さあ広島攻撃権リセットしてファーストダウン、相手陣26ヤードからのファーストダウンテン。39番ハンドオフから左オープン展開、ここに磯野ディフェンス陣殺到、しかしこれを絶妙なフットワークとボディバランスでくぐり抜けまして約8ヤードのゲイン。非常にスリリングなランを決めましたのは39番の酒井でした。島根大学出身。
広島ホークスセカンダウン2。磯のスーパースターズ、ここでクォーターバックを仕留めました。ハンドオフフェイから左オープンに展開しようとしたところ、磯のスーパースターズディフェンス担当しまして、このランを阻止しております。リプレイは残念ながら先ほどのプレーではなく、もう一つ前のプレーでした。失礼いたしました。しかしロスタックルになりまして、サーダウン5となっています。広島ホークスサーダウン5、さあ外へ振った。何は90番にラテラルパス、後方へのパスを投じまして、そこからキャッチアンドランを展開しようというところでしたが、これは磯野対応します。攻撃権更新ならずフォースダウンと変わっています。ここでホイッスル。広島ホークスフォースダウン3、フォーメーション変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。ここでホイッスル。ここで広島が前半1回目のタイムアウトを行使します。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。まずは広島、ここを勘どころと見ました。作戦タイムを取ります。広島やはりこの一戦にかける思いが強いと思います。現在素晴らしい気迫ある攻撃を展開しています。さあ先んじた長兄とも言うべき磯野、ここに押され気味でありますが、この状況を食い止めることができるでしょうか。さあ広島のタイムアウトを解けまして試合再開となります。さあ広島フィールドゴール狙います。キックレングス36ヤードのフィールドゴール、さあ行った、判定どうか。フィードボール失敗、結果的に4回目の攻撃失敗となりますので無得点。攻撃権変わりましてテイクオーバーだ。よし、磯のスーパースターズに攻撃権変わります。広島素晴らしい攻撃を展開しましたが、この攻撃残念ながら実りませんでした。磯野なんとかその猛攻をしのぎまして攻撃権取り返し、再び攻撃を開始します。ボールオン自陣20ヤードの位置からの磯野スーパースターズファーサーンテ。さあまず中央へのプレー、磯野は確実にまずランプレーから入ります。25番ハンドオフから密集点に飛び込みまして約2ヤードのゲインとしています。キャリア25番は宮部です。北海道大学出身。磯野スーパースターズセカンダウン8、ボールオンは自陣22ヤード。パス不成功の判定です。パス不成功。ここでクォーターバック18番が外にいたレシーバー81番にパスを投じましたが、81番キャッチした段階で外に出ていました。パスキャッチはキャッチした段階で中に着地しなければいけません。パス失敗の判定となりサードダウンに変わります。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。
磯野スーパースターズサーダンエイト。さあ密集点いったが、これは広島止めた。中央突破によりこの8ヤード突破を図りましたが、しかしこれは広島食い止めましてフォースダウンに変えます。磯野スーパースターズフォースダウン6、パントフォーメーションを取ります。磯野相手のリターンを避けるため低いパントを蹴りましたが、このパント広島は39番果敢にリターン敢行しました。リスキーでしたが相手のカバーを見事にかわしまして、自陣45ヤード付近からの攻撃を得ます。これは非常に勇敢なプレーを見事か、達成しました。広島ホークスパントリターン39番酒井でした。島根大学出身のプレイヤーです。さあ広島ホークス自陣45ヤードから44ヤードからのファーストアンテ。パス不成功。ここでクォーターバックパスを投じんと下がりましたが、そこに磯野スーパースターズ96番99番が殺到。クォーターバックパスを投げる姿勢保てず、パスを投げ捨ててこのプレーを終わらせました。結果的にセカンドダウンに変わります。ここは素晴らしいラッシュを披露しましたのは、磯野スーパースターズ96番の早川、日本福祉大学出身のルーキー、99番の竹内、岐阜大学のプレイヤーでした。東海学生で鳴らした選手がこの X で活躍しています。広島セカンドダウン10。さあ中央ダウンプレー、これも磯野ナイスディフェンス。密集点突破をランニングバックに託しましたが、ここで磯野ディフェンス陣が殺到。最終的に、41番が仕留めた模様です。ノーゲインでサードオンに変わります。41番は黒田です。名古屋工業大学出身のルーキーです。広島ホークスサードオン10。これも仕留めた。広島パスによって突破図らんとクォーターバック下がりましたが、ここにディフェンス陣見計らいまして佐藤、ディフェンスラインの猛烈なチャージによりましてパスを投じることができずフォースダウンに変わります。広島フォースダウン10。広島パントフォーメーションを取ります。このパントは結果的に磯野陣22ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして、磯野スーパースターズ0点、広島ホークス0点、双方無得点で攻守の方向を変えまして第二クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、
前半と後半の切り替わりではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序章となる第1クォーターは双方とも攻撃そして守備目覚ましい活躍がありまして、双方とも無得点という形に終わっております。ともに、顕著な攻守見せまして突破口を見えない拮抗した戦いになっておりますが、果たしてこれを打ち破るのはどちらのチームでしょうか。これよりその向きが変わりましての攻防になる第2クォーターに試合は移ります。